思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀の南と申します。今回のテーマは、日本の夏、私の夏、祝福の夏です。そしてタイトルは、網膜剥離の癒しです。私の所属する教会では、毎年夏と冬の2回、白馬でキャンプが行われています。なので私は、今年の夏の白馬キャンプへ行けるようにと熱心に神様にお祈りをしていました。そしてバイト先の会社にお願いをして特別に早めの休暇申請を出して受理されていました。白馬キャンプのために祈っていましたら心の中に神様からの言葉が響いてきました。祈りましたか？私はハッとしました。今回のキャンプはコロナ禍ということもあって、現地参加とオンライン参加の両方があったのです。しかし私は当然現地参加と思っていましたので、そのことは祈っていなかったのです。そこでどちらでしょうかと再び祈ると、なんとオンライン参加と言われたのです。数日後に会社から休日のことで相談があると言われました。事務所に行ってみると、2日間の休暇は長いので、3日間にしてくださいと言われました。幸い、オンライン参加とイエス様の言葉を受けていましたので、はいと返事をしました。オンライン参加ということで、時間にゆとりができました。そんな中で私はあることを思い出しました。今年行われている健康診断で、今回は早めに、特に目に異常があり、眼科での精密検査を受けるようにとのことでした。左目に白内障の疑いがあるので、眼底検査を受けるように言われていたのです。オンライン参加の3日のうちに、どこかで行けばいいと思っていました。妻も眼底検査を受けるように言われていましたので、一緒に行くつもりでした。妻は最初の日の早い時間に行きたいと言いましたので、そのようにしたのです。眼科に行って、眼底検査をし、いよいよ先生の診察が始まり、結果を聞くだけとなりました。先生が、左目に白内障は見当たりません。私はほっとしました。右目も見てみましょうと言われました。白内障は見当たりません。しかし、これは気になるな。もう一度見ましょう。少し痛いけど、我慢してください。と言われ、見直されたのです。ああ、見直してよかった。剥がれたばかりですが、網膜剥離が起きている。今は小さいですが、このままに放っておくと失明します。だから小さいうちに、剥がれたばかりの今のうちに手術を行いましょうと言われました。私は神様に感謝しました。この段階で見つかったことを感謝して、次の日にレーザーの手術の予約を取りました。1、2週間後でもいいと言われたのですが、バイトの仕事の先もあって、なかなか思うように休むことが取れないのです。オンライン参加の隙間の時間に手術を受けたいと思ったからです。両面を聞いたとき、背筋がゾッとする思いもしましたが、神様の完全な守りと助けによって今は癒されました。これが今回の白馬キャンプオンライン参加で受けた大きな恵みでした。今回のテーマは、日本の夏、私の夏、祝福の夏。聞いてくださりありがとうございました。